周囲の人々は、最初からそんな子はいなかったと言いました。あるいは子供の頃にだけ見える空想の友達だという人もいました。大人になると忘れてしまう運命なのだと。皆さんの周りにはそんな存在の子はいませんでしたか？もしかしたら忘れてしまったのではないでしょうか。よくあることです。少し怖いことなのかもしれません。楽しいお話を好きなら多民家の物語をおすすめしますが、もしよかったら聞いてやってください。そう、その頃の僕らはとにかくいつも外で遊んでおりました。特に大人の目の届かない野山や湖の探検は大人気でした。警察と泥棒に置かれて遊ぶ軽泥、鬼ごっこやかくれんぼも好きでした。その日僕らがいたのはネムの木の花咲く美しい森の中です。その小柄でおとなしい少年は勉強があまり好きではなく、かといってスポーツが得意な方でもありませんでした。特に悪いことをするタイプでも、夢に向かって突き進むタイプでもなく、平凡な暮らしの中で日々に満足しながらささやかに過ごしている印象の子でした。1、2、3、4、5。森の奥から聞き慣れた友の声が聞こえます。そんなに遠くまでは逃げません。その方が絶妙に楽しいし、鬼ごっこには少しだけ自信があるのです。木陰に隠れてじっと身を潜めると、踏みしめた足元から草葉の湿った匂いが漂い立ち上ります。周囲の気配に耳を澄ますと、鳥の声に混じっていつの間にかセミが鳴き始めたことに気がつきました。そうか、とうとう夏が来たのです。もう木には樹液が出て、すでにクワガタやカブトムシがいるかもしれません。するとスズメバチにも注意が必要になります。緑に覆われた地面にはさわさわと木漏れ日が揺れ、枝の隙間から覗く青空には白くまぶしい雲がもくもくと湧き上がりました。どこからかふっと風が吹いて、汗ばんだ頬や首筋を撫でながらさらりと優しく乾かしてくれます。なんとも言えない心地よさに心臓の鼓動までが聞こえるようでした。ああ、気持ちがいいな。遠い日の夢のような、どこか別の世界で経験した記憶のような不思議な時間が流れ始めました。あ、その時鬼が肩をつかみました。まったく、すっかり油断しておりました。慌てて振り向くと、そこに立っていたのはまるで僕らが大好きな半妙という美しい虫を思わせる不思議な印象の少女でした。ああ、思えばいつだってそんなものだったのです。自転車で転びそうな瞬間、池に落ちる間際、大切な誰かにうっかり心にもないことを口走ってしまう寸前のあの感じ。その瞬間もついそれを願ってしまったのです。ずっとこの季節の中にいられたらいいのに。
少年の名はバラード君。その日以来、彼はたった一人で永遠の夏休みに閉じ込められ、今もさまよい歩き続けております。けれど毎年この時期、セミの鳴き始める頃だけはみんなが森へ帰ってくるので、一緒に遊ぶことが許されています。それが僕らにかけられた呪いです。